新型コロナウイルス後の復興政策としてのグリーンリカバリー、緑の復興についてはすでにご紹介しましたが、それに関連するグリーンジョブという言葉を聞いたことがありますかグリーンな仕事とはどんなものなのでしょうか新型コロナウイルス後の経済や社会を復興するために、従来のやり方ではなく脱炭素社会への移行をも考えに入れた緑の復興については、パンデミックと気候変動、グリーンリカバリーのためにでご紹介しました。 新型コロナウイルスによる被害は全世界に広がりそれによる各国の経済的打撃は予想外に大きくなるということが分かってきました大量に出つつある失業者や倒産間際の企業の救済が今すぐ必要だとされる中気候変動などの長期的な目標は後回しにされがちな懸念も出てきます環境政策というと経済発展の重荷になるものであり今はそんなことは言ってられないという声も聞こえてきます。 けれどもコロナ後の復興と気候変動対策を並行して行うグリーンリカバリー政策は従来の業界で立ち行かなくなって失業したり自らの事業を失った人々のために新しい雇用機会をも生み出すのです。グリーンジョブという考え方はコロナ前から提唱されていた考えです国際労働機関 ILO も2007年11月の第300回 ILO 理事会でグリーンジョブ構想を提唱しました。 ILO の定義ではグリーンジョブは環境に対する影響を持続可能な水準まで少なくする経済的に存立可能な雇用ということになっています。グリーンジョブとは具体的には下記の取り組みに関連する雇用が含ま,れま,すまず種の保存や生態系の回復推進それからエネルギー材料資源などの消費削減低炭素経済の推進最後に廃棄物や公害の発生の回避 ILO は国連環境計画 UMEP などの国際機関と連携しこのような緑のの雇用の創出に取り組んでいます2008年の ILO 報告書では再生可能エネルギー関連で2030年までに2,000万人以上の雇用が新規に作られると予測されています。 エネルギー用バイオマスの関連産業では1200万人が就業しており急成長が予測されるリサイクルや廃棄物関連産業については中国だけで1000万人が就業しているとの推計がありますこのような産業には多くの労働力を必要とするものもあるのです ILO は新型コロナウイルス後の経済復興においてもグリーンジョブが持続可能な開発、環境保護、経済開発、 社会的包括性といった地球の問題解決に中心的な役割を果たすものだと位置づけていますこのためには低炭素業界での新しい雇用の創出に力を入れ政府や自治体が民間企業や教育機関と協力し合って新しい雇用機会を得られるようにするべきだとしています環境エネルギー産業は経済的にもこれからの投資が見込まれる成長分野です 世界的なコロナ不況が予測される中経済復興の原動力として環境エネルギー関連産業の効果に期待が高ままっていますそれでは各国の環境政策とグリーンジョブについて見ていきましょうまず米国です新型コロナウイルスの影響で米国では2020年4月の失業率が14.7%となり失業手当を申請する人の行列が目を引きました 失業者が大量に増え企業倒産が続き景気が下向いてくる中では経済復興において政府の先見性とリーダーシップが問われます米国では前オバマ政権がグリーン・ニュー・ディールを掲げグリーン・ジョブの創出を約束していましたがこの政策はライバル共和党だけでなく米国産業界からも反発が強くトランプ政権に代わると立ち消えとなりましたトランプ大統領が気候変動対策に否定的な立場を取っていることは周知の事実です この背後には、共和党支持の中西部ラストベルトや石炭産業からの支持を固めたいという考えもあるでしょう。トランプ大統領は、気候変動対策の国際的な枠組みであるパリ協定からの離脱さえ通告しています。俺氏も2020年秋には米国大統領選が行われますが、パリ協定からの離脱問題をはじめとする環境問題は新たな争点の一つとなるでしょう。 ライバル民主党の大統領候補バイデンは気候変動問題にも熱心でパリ協定にとどまるべきだと主張しています。また自らの陣営にグリーンニューディールを提唱する若手オカシオコルテス議員を任命しています。米国という大国の環境政策や経済政策がこの秋の大統領選の結果に大きく左右されることになるわけでその成り行きを世界中が見守っているところです。 新型コロナウイルス流行によって打撃を受けた経済を復興するために EU は2020年5月に総額7,500億ユーロのグリーンリカバリー政策を発表しています詳しくはパンデミックと気候変動を参考にしてください EU のグリーンリカバリー政策が実施されれば環境対策やエネルギー業界建設部門などで100万人以上のグリーンジョブが新たに生まれると予測されています例えばヒートポンプや地域冷暖房 DHC によって 冷暖房の脱炭素化を図る建物の改善工事を実施することで2050年までに22万人分の新たなグリーンジョブが EU 域内の建設業業界界ととエネルギー業界で生ままれれると予測ささていますさらに電気自動車の普及率が35%とした場合2030年までに20万人のグリーンジョブができることになります。 イギリス地方自治体協会 LGA はグリーンジョブについての報告書でイギリスで2030年までに低炭素再利用エネルギー業界で約70万人2050年までには118万人の雇用創出が可能だと政府に提言しましたこの雇用のうち半分近くの46%が風力発電のタービン製造 太陽光パネルやヒートポンプを設置するなど再生可能エネルギー発電産業や低炭素燃料産業で作られるまた雇用のおよそ1 5分の121%が断熱材照明制御システムなどエネルギー効率化製品の設置に従事するものとなりさらに19%の雇用が金融法律 IT など低炭素サービス提供やバイオエネルギー水素など代替燃料製造関連になると予測されています。 さらに14%が低排出ガス自動車と関連インフラ製造関連の雇用となっています。イギリスで生まれるとされるグリーンジョブの28%以上が電力やエネルギー関連企業が多いヨークシャーハンバーイングランド北西部などの地方部に集中すると考えられています。これらの地域ではすでにイギリス最大手の電力会社や北欧など海外大手企業の投資も行われておりこれからもさらなる大規模投資が見込まれています。 これらイギリス北部にある地域はこれまでロンドンを中心としたイングランド南西部に比べ地域経済力平均所得失業率などにおいてはこれを取ってきましたそういう地域でグリーンジョブが生まれることは地域活性化にもつながり国内間の経済社会的格差を縮める可能性があるという利点もあります。 かつてサッチャー政権は反対を押し切って閉鎖した地方の炭鉱町に日本の自動車工場を誘致し炭鉱夫としての仕事を失った大量の失業者に職を与えました新型コロナの影響により失業を余儀なくされたり自らの事業の継続が難しくなった自営業者に今度は自動車工場ではなく環境関連企業が新たな緑の雇用を提供するというわけです。 イギリスでは新型コロナウイルス感染予防のためのロックダウンで休業を余儀なくされた企業に2020年3月から従業員の給与の80%を政府が支払う給与保障制度が導入されましたがそれも10月になくなくります。その後の失業予防対策として就労保障プログラムを提案していますがその中心にグリーンジョブ政策を置くとしています。 2020年7月に発表されたイギリス政府予算でスナク財務省はグリーンジョブ創出ののたための30億約 4, 億円を用意するとしましま2050年までにカーボン排出をネットゼロにするイギリス政府の目標を達成する政策とコロナ後の経済復興を対立するものとして扱うのではなくこの2つの大きな目標を並行して実現していこうという考えです。 具体的にはこのような政策予算が発表されましたまず学校や病院などの公的機関のエネルギー効率改善に10億ポンドそして政府が緑の雇用チャレンジ基金を提供し地方自治体や環境チャリティ団体が植樹、川の清掃、市民や野生動物のためのグリーンスペースを作り出すものですこれらの活動によって5000人の新しい雇用が生み出されると予測されています そして住宅の省エネ改善事業に5000万ポンドが用意されていますこれは市営住宅などの公的住宅に燃料ポンプ、断熱材、二重ガラスなどを取り付けてエネルギー効率を高めるために使われますこれにより炭素排出量が減少するだけでなく公的住宅に住む低所得者層家庭のエネルギー費用負担が200ポンド安くなります さらに一般家庭用には省エネ住宅改善工事のために使える5,000ポンドまでのバウチャーを配布すす。る計画もあります新型コロナウイルス感染が世界中に拡大していた2020年4月末国連のグテレス総長はウイルス対応で各国の気候変動問題への取り組みが後回しになっていることについて危機感を示しました。 新型コロナ収束後の経済再生には気候変動対策が不可欠だと訴えグリーンジョブの雇用を経済支援策にに盛り込むように呼びかけました。気候変動問題に取り組むため低炭素経済への移行は経済を停滞させるものではなくむしろ雇用を増やし新たな投資を呼ぶことで経済発展を促すものなのですがそれには政治的意思が不可欠です。 なぜなら、環境関連事業の多くはスタートアップ時には政府の公的支援が必要なものが多いからです。気候変動が単なる環境問題ではなく、経済社会からも切り離せないものだという考えは、1月にダボスで開かれた世界経済フォーラムでも指摘されています。 民間企業が重視しがちな短期的な利益追求ではなく長期的な視野のもとに立った政治的なバックアップのもと長期投資に向けた政策枠組み技術習得や教育の機会提供も重要となってきます。各国政府が掲げた政策を実際の雇用に落とし込んでいくには各政府機関地方自治体民間企業 NGO 団体教育機関などの連携 さらには国際間での協力や情報の共有を通して持続的に取り組むことが必要となります新型コロナウイルスによる景気衰退から経済復興を図るプロセスで各国がどのようにグリーンジョブを生み出す政策を導入していくのかその動向がこれから注視されます